プレーオフ決勝第1戦、名古屋オーシャン対シュライカー大阪の一戦、試合のハイライトです。まず先制点が生まれたのは13分、この関口の判断ミスから得たフリーキック、アルトゥール、そして加藤南春樹さん、いやいいシュート、今見ても何回見てもいいシュートですね。中井さん、はい、この加藤南のトラップ、はい、素晴らしかったですね。うまいですね。稲田選手がブロックを、ね、継続して、その後にこう安藤選手ちょっと焦っちゃいましたね。先制点はシュライカー大阪、そのシュライカー大阪がなんと前半のうちに追加点、決めたのは7番堀米翔太。いや、春樹さん、はい、このゴールも素晴らしいゴールでした。これすごいなって思ったのが、これシュート打つ前に1回ちょっとフェイントリですよね、うん、クッて今のステップなんですけど、そのステップでもしかしたらディフェンス惑わされた可能性もありますよね。リーグ無敗の名古屋オーシャンズが2点ビハインドで後半を迎えます。後半は怒涛の名古屋オーシャンズの攻撃、まずはペピータ、シュートレンジが広い、そしてルイジーニョ、これは檜山がセーブ。どうですか中井さん。いや怖いですよね、そのどの選手も縦も中もドリブルがあってシュートもあるので、でも大阪もしっかり守ってましたよね。その中で生まれたゴールがこの安藤亮平、いやいいシュート、コーナーキック西谷からのボールは素晴らしいボレーシュート、これで1点差に詰め寄ります。いやドリブルもいいな、春木さん素晴らしいですよね。はい、いやキッカーも本当にいいボールずっと配球してますよね名古屋オーシャンズ。攻勢を強める名古屋オーシャンズ、マルチーノからルイジーニョ、小中さん、あと一歩のところ、こういうシーン多かったですよね、この試合名古屋オーシャンズが決めきれないっていう、そんな中でシュライカー大阪が追加点、決めたのは12番キャプテン小園信也、春樹さん、いや小園が決めてくれます。この1点すごく今日大きかったんじゃないかなって思いますね。やっぱここで最年長キャプテンが決めてくれるっていうのは大きかったですね。これでシュライカー大阪は2点差にします。しかし名古屋オーシャンズも負けておりません。10分です、ペピータがこのレンジから、うまい、中にカットイン、そして素晴らしいシュート、中井さん、はい、これはもう、ずっと押し込んでた中で、隙を見つけた瞬間でしたね。このゴールで1点差に詰め寄ります。その後は名古屋オーシャンズの攻撃手ペピータ、股抜きから狙いすましたシュート、縦も中も行きますねこの選手は、はい、そして檜山の動きをしっかり見たんですけども、檜山がこの試合はね非常に目立ってましたね。またもやペピータ、うん、このシーン結構衝撃的だと思うんですけどね、これやれたらたまんないですよ。吉川智樹からうまく受けたペピータだったんですけども、シュートはわずかにポストに直撃と。橋本さん、いやこれもいいシュートでしたね、まあ、中井さん注目の選手ですよね。そうですね、コース結構ギリギリいってるんですけどね、檜山選手止めましたね。バルチーノがうまい、このバーへ当ててしまうシュートも、いいシュートですね、もう入ってもおかしくない。そして残り時間30秒切ったところ、得た第 2PK も檜山、いや素晴らしい、前半1本、そして後半1本迎えた第 2PK を生かすことができませんでした名古屋オーシャンズ。そうですね、田村選手めっちゃ喜んでましたね今そのまま試合が終了いたしまして、名古屋オーシャンズ対シュライカー大阪プレーオフ決勝第1戦、なんと名古屋オーシャンズが今シーズン初